メリカの UFC ストライクフォースが世界をリード。日本のドリームはそれらの二軍に過ぎない。アメリカの大物、前ストライクフォース王者ジョシュ・トムソン。常に攻撃を仕掛けるアグレッシブファイトで人気実力ともにトップクラス。昨年までストライクフォース世界ライト級王座に君臨した。現在トムソンはメレンデスに次ぐストライクフォースナンバー2。今年4月ドリームストライクフォースライト級頂上決戦でギルバート・メレンデスが青木真也に完勝。このままじゃ井の中の蛙で終わる。ジョシュ・トムソンはアウェーとなる日本でアメリカ MMA の力を見せつけるのか。俺が勝つしかねえだろって感じなんですよね。ドリームのクラッシャー川尻達也。これまでにも数々の名勝負を演じてきた燃える男川尻達也がストライクフォースの刺客を迎え撃つ。世界が熱望する世紀のアグレッシブカードが実現。7月のタイトル戦で青木に敗れナンバー2にとどまっている川尻。あの戦い以来決意したことがある。もう本当この試合で最後になる。俺の体がもう格闘技できなくなっても後悔したくないような試合したい。まあ俺がジョシュ・トムソンに勝ったらアメリカ行ってやってやります。2010年最後の日、夢を青木ではなく川尻が取り返す。アメリカを吹っ飛ばしたら気持ちいいから。川尻達也、ストライクフォース、ジョシュ・トムソン。ただいまよりフィールスタイルマイト2010本日の第14試合ライト級ワンマッチを行います。 And now